ログハウスとは、基本的にはログ、または角材を、構造材として、水平方向に、いげたのように重ねて積み上げ、交差部にはノッチを使って組み上げた、家屋、建築物。日本の建築基準法では、丸太組工法と呼ばれる。地震の多い日本では、さらに投しボルトやダボを入れることにより、耐震性を確保する。なら、焦燥院のあぜくらづくりは、 丸太組工法と同様の構造で組まれており、日本最古のログハウスと呼ばれることがある。英語圏では、ログホーム、またはログキャビンと呼ばれることが一般的。日本の建築基準法では2002年5月までは、丸太組で2階まで組み上げることができないため、2階はロフトとなっていた。このため2階の居住空間を確保するためドーマーをつけることが多かった。2002年5月、 丸太組工法の新しい告示が施行され、それまではロフトしか認められていなかったログハウスの総2階建てが可能になった。しかし、現在でもコストなどの関係でハンドカットログによる本格的な2階建てはほとんどなく各ログメーカーに2階建てを積極的に採用しているメーカーが数社ある程度である。多くのログハウスでは1階は、丸太組でも2階は、 ドーマーなどと組み合わせた木造軸組工法である。ハンドカットログは非常に高価であるが、一見丸太に見える製材した丸ログや角材を使用したもの、丸太は柱や梁にのみ使用して、壁には漆喰、モルタルなどを使用するポストビーム工法と呼ばれる、いわゆる丸太を使った木造軸組工法もログハウスと業界では呼んでいる。 17から18世紀には来た、アメリカに伝播し、西部開拓の象徴として広まった。日本に西洋の様式のログハウスが導入されるようになったのでは1970年後期である。日本古来のアゼクラ作りの小燥院、あるいは長野県の農村で見受けられる伝統的な板倉、西楼層は断面が三角形や四角形の木材を組み上げて作られており、実はこれらも英語の ログハウス、ログハウスに分類されうると考えて良い。ログハウスの特徴として、湿度の調整がとても優れており、木の断熱性の高さから夏は涼しくて、冬は暖かいということが挙げられる。また、コンクリートなどに比べて感触が良く、木のぬくもりを感じることができるなどの特徴もある。ログハウスによく使われる樹種としては、ベースギ、ベーマツ、頭皮、フィンランドパインなどが、 代表的である。近年、原油価格の高騰に伴う輸送費の増大により、輸送マイレージの短い国産材の利用も拡大している。コーナーの交差部分を外から見たところ、実はノッチがあるが、外からはよく見えないログに書き込みを入れて交差させながら積み上げて壁面を構成する工法。ノッチには、サドルノッチ、ウェッジノッチ、ラウンドノッチなどの様々な形状がある。 セットルダウン対策横に積んだ木材が乾燥と荷重によって数年かかって縮み下がるセットルダウンと呼ばれる現象が伴うので窓、ドアなどの建具をあらかじめ将来起こるべきセトリング幅を見越してすんたらずに作っておく必要がある。この場合上部の隙間はトリムボードと呼ばれる装飾を兼ねる板材を当てがって隠しておく。また階段も セットリングに対応できるようにしておかなければならない。ハンドカットとマシンカット太い丸太の皮を手で剥き、チェーンソーを使ってカットした手作り感覚のログハウスを、ハンドカットログハウス、機械加工で均一な大きさにカットした丸太、または成形された木材を使ったログハウスをマシンカットログハウスと呼ぶ。マシンカットログハウスには丸太のみならず、長方形の角材を使用したものも多く、 一般に、核ログなどと呼ばれ、これもログハウスとして扱われている。マシンカットログハウスはフィンランドが発祥の地と言われており、北欧ではごく一般的に見られ、カラフルに塗色されることが多い。見た目がスッキリしており、設計自由度も高く家具の収めまりが良い、単価が安いなどのメリットがあり、現在日本でも最も多く普及している。 日本での法的扱い丸太組工法とは1986年3月29日に旧建設省国時代859号により制定された丸太組工法の技術基準国示に則っ,った工法である。その後、平成2年の国示改正を受け、延べ床面積300平米以下、絶対高さ8.5メートル以下、階数2階以下で小屋裏利用のみ、ノッチで囲まれる。 体力壁は一辺の最大長さを6メートルまでと、する30平米以下などの範囲に拡大された。後の建築基準法改正により、建築基準法第38条が削除されたことを発端に新しい告示が定められ、丸太組工法で建てられる、建築物の規模は他の木造建築にほぼ等しくなった。 2002年5月15日国土交通省国時代411号によると、延べ床面積3000平米以下、絶対高さ13メートル以下、階数2階以下であるが、RC 作りや S 作りとのン構造が認められ小屋、裏利用3階建ても、可能、ノッチで囲まれる、体力壁は一辺の最大長さを10メートルまでと、する60平米以下などの範囲となり、 さらに構造計算で安全性を確かめることによって、それ以上の規模の建築も可能である。ただし、新しい告示で建てられる規模では、ログ材の乾燥率や断面積、二階床構造など、細かな規定を満たす必要があるので注意が必要である。新しい告示によって、従来は建築できないとされていたダブテールノッチなど、交差部が突出しないタイプのノッチであっても、 構造計算によって安全性を確認することができれば建築できるようになった。これによって北欧タイプのようにノッチの突き出しを抑えたプランを設計することも可能となっている。柱や梁に丸太を使った木造軸組工法、日本のいわゆる在来工法である。厳密にはログハウスとは呼ばないが太い丸太の柱と量が表に出ていることから、 ログハウスと呼ぶログハウスメーカーもある。壁には、苗外装ともに、漆喰、モルタル、板などが主に使われる。ノッチによる書き込みを最小限に抑え、ログを交互に突きつけて積み上げることで壁を構成する。ログ同士は、ダボやスパイクで繋がれる。災害時に力の集中するノッチ部分を大きく残せ、耐震性能に優れる工法として、アメリカで誕生し、日本に輸入された。 建築基準法の Q38 条に則っ,った認定を受けているモデルに関しては、旧認定により建築確認を得ることができるが、建築基準法の Q38 条認定を受けているモデルは、フリージアハウスの FLH シリーズのみである、ピーセンピースとも呼ばれる、ポストビーム工法の仲間であるが柱に溝をついて、柱と柱の間にログを落とし込んで壁面を構成する。 耐震の安全性が得られにくいことから、建築確認を取るには、構造計算で安全性を証明する必要がある。断面の一例見ると、ログディプス内壁の一例内壁の一例米国、インディアナ州、フィッシャースの生活史博物館に展示されている、ログハウスの内部内壁、内装の一例、大型のログハウスのもの、内壁、内装は様々であるが、例えば次のようなタイプがある。 東北地方太平洋沖地震では、福島の仮設住宅の10%、計500個の仮設住宅が、ログハウスであった。メリットデメリット、東日本大震災後の仮設住宅を参照。ありがとうございます。